アーシーか。イメチェンしたん、イメチェンしたんか。あ、あの、私はあのナイトバードシャドウなんですけども。え、そう。今日レビューするのはこれです。あん、ないトランスフォーマーマーレジェンズのナイトバードシャドウをレビューしたいと思います。よ、イエーイ。このナイトバードシャドウは、初代の温かい超ロボット生命体トランスフォーマーに出てきた、日本で作った、ロボットです。まあ、もともとは、浜田博士が、作り上げた、ロボットです。まあ、浜田博士は、こんな、人なんです。まあ、見えるかな。まあ、ちょっと若く見えるけども。まあ、いいけども。あ、この、ナイトバードシャドウは、実はというと、このアーシーのディレコアイテムなんです。まあ、アーシーが前に発売したもんで、アーシーのディレコアイテムです。まあ、横からは、これナイトバードシャドウで、こっちもナイトバードシャドウだな。まあ、中身が見える、ような箱なんですけども、前の動画で、で、レビューした、スプラングとは違って、スプラングはロボットで、入っとったけども、こっちが、ビークルモードで、入っています。まあ、裏はこんな風になっていますけどもね。まあ、下はこんな風だけど。上も、こんな風だ。では、開けてみましょう。まあ、でも、最初から開けてみたもんで、どういう風に変形するか確認したいから、開けました。まあ、最初から開けました。でも、これ戻しましたけどね。では、箱から出したら、こんな風になっていました。あと、説明書が、入っています。まあ、これ元々は浜田博士が作ったやつなんです。トランスフォーマーレジェンズだったら、漫画付きでしょう。今日は15話。まあ、メイドロボになっとるもんでさ、実は、うわぁ、ガツン。いや、ドジッコも、モード装置。でも、これ確かレジェンズが、対象年齢が5歳以上なんだけども、これ、子供にも大丈夫なのか。わあ、よくここ見ると、こんな風にな、暴走し、いや、大暴れしとるけども、また、多く、ドジッコ、機能で、機能がついとるもんな。うわぁ、これ、子供にも大丈夫かな。まあ、開くと、説明書はこんな風です。そんじゃあ、
から箱に出してみましょう。セット内容はこんな感じ。これがナイトバードシャドウ本体で、あの銃が大と小の2個ついています。これがあの黄色いクリアのサイで、でこの剣みたいなもあの2個入っていました。ちなみにナイトバードシャドウがあのデラックスクラスなんです。まあデラックスクラスっていうとあのの変形とあの関節動画がよく動いて、で変形が簡単だなと思います。では早速ナイトバードシャドウをあのトランスフォームさせましょう。ナイトバードシャドウトランスフォーム、トゥ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 。まあこれあの自分からのあのテクニカルレベルは大体は2ぐらいだと思います。まちょっと変、まずここのところをあの上げて、ここのところここをこの下のところを下ろします。まあこれ説明書通りにやっています。そして裏を向けて、裏をして、あのこれが足になっていますので、下に下げます。まあ反対もやりましょう。そうしてこれが腕になります。腕も一応下げてみましょう。その次はあのの腹のところ、これが腹のナイトバードシャドウの腹のところだ。これをちょっと硬いのはいいけども、ちょっと勢いよくやりすぎるとポキってなっちゃうもんな。さあこんな風に上げておきます。その次は多分銀色のところを下ろしていきます。お、顔が出てきましたね。あとは、これをくっつけていきたいと思います。ちょっとわかんないけども、ちょっと、ちょっとスリムだな、これ。あとはここの足をちょっと下に下ろします。そんならナイトバードシャドウの完成です。完成、ナイトバードシャドウ、イエーイ。そんじゃあナイトバードシャドウを見てみると、あのここの首がボールジョイントになっとって、ここの腕がこんな風に上下も左右も上げて、あのここの回る腕がちょっとクイック入っとるね。あーだけどもこれで、あの手首のところが動かない、あるいはあの取り外されないね。あとあの足はこんな風に動けてれて、上下にも左右はちょっとここが干渉しちゃうもんで、あんまフルには動けんな。あとここは
お、ちょっと動きますね。ちょっと、ああ、ここは、あの足はこんな風にして、ここは変形状の関係で、こんな風になります。まあでもみんな、皆さん、よう、ナイトバードシャドウの顔を見ると、なんか、これ、口が大きく開いとるみたいに、見えますね。わ、でもちょっと怖いね。そんじゃあ、あの、大きさ比較をしてみよう。まずは、あの、同じレジェンドシリーズの、これ。前回、あの、レビューした、あの、スプラング。と、あの、トランスフォーマー最初にレビューをした、と、あの、マスターピース。ラウトペタル。で、最後には、あの、の、これ、これだ。マスターピース、MP10 コンボイ。まあ、大きさが、あの、コンボイの方が大きいけども、もう、あの、の、ナイトバードシャドウの方が、一番小さいと思いました。あの、ナイトバードシャドウは、まあ、単なるあの、デラックスクラスで、で、あの、の、スプラングが、ボイジャークラスなんです。あとはあの、の、こいつも、ラウトペタルも、もう、マスターピースだ、あの、いや、ボイジャークラスだけども、まあでもマスターピースだもんで、で、ノークラスだな。そんじゃ、実はこの、ナイトバードシャドウにはな、あの、武器も、もう、全部で、あの、の6個あるもんで、で、これ実は全部、マウントや、あの、の、持てるようにな、持てれます。全部、マウントや持てれるのもできます。まず、これは浅いでしょ？ほら、こっちに持てれて、次は銃だから、ここだな。確かに。確かここだ。いや、サイが、ここにもつけれて、落ちた。こんなに、こんな風に、あの、武器がマウントもできて、武器が、あの、持たせれるのが、すごいいい特徴です。すごいな。さすがナイトバードシャドウ。いえいえ。私はくのいちですからね。実は、あの、ビークルモードにも、もう、ナイトバードシャドウは、あの、マウントが、いっぱいできます。まずはあの銃のしまい方なんですけども、もうあの、の、この穴、確かこの穴に、しまっといて、あ、変えるんか。あ、落ちたな。
一応手、あの手に、まあナイトバードシャドウの手なんだけども、こっちにしまえて、あとこっちに銃をしまえ、銃をしまえれます。まあ銃は残念ながら見えないけどもね。あとこっちのサイに、サイはこっちにはめていきます。次はこの剣もはめればあ、ちょっと取れた。はい、こんな風にあの説明書通りにマウントができました。あとと、の説明書通りじゃなくてももういいので、どっか好きなところにはめてもいいよ。とりあえず例えばこんな感じ、じゃーん、ナイトバードシャドウがなんか飛べるようになりました。あの横にはあの剣みたいなものをつけて、でここには銃をつけました。まあまるであのの飛べるように見えますね。ヒューン。まあもう多分もう絶対わかると思うけども、最後にあのコンボイについマスターピースのコンボイについとったこのトレーナーに入れてみましょう。じゃあもうみんなもうわかると思うけども、ほらもう完璧に入っちゃってます。もう完璧。あ、ちょっとトレーラーが逆さになっちゃった。まあトレーラー取るの忘れとったな。もう完璧に入っちゃった。ほらこの中に完全に入っちゃったけども、あートレーラーがちょっとここまでに入るけどな。まあでもトレーラーと一緒にしたいならこういう風に入れるか。ブーでね、というわけでこのあのナイトバードシャドウのレビューはいかがだったでしょうか。よしよろしければ、まあ、あのチャンネル登録と高評価、それに、コメントを出し、お願いします。まあ、コメント出したら、出してくれた人、いつも励みになりますので、出してください。わー、レジェンズのライトバードシャドウ、そう、すごいかっこいいなぁ。これ、足か?でも、もうありえるし。の、アーシーとナイトバードシャドウと並べてほしいなぁ。でも、いいので、で、ぜひ、のコメントも書いてください。今日の動画は、まだ、そんじゃ、バダでした。バイバーイ。そうそう、あのさ、あの、宝トミーモールで、ちょっと見た、あの、メールで来たんだけども、ちょっとあの、これで告、あの、の、ニュースです。あ、これ。宝トミーモールです。の、あの、なんと、アジア限定、MP11SW マスターピース、スカイワープが、の、の、
と、7月の11日から、昼12時から、7月の27日、13時まで、で、予約、でね、都民モール限定で、スカイワープが、来ます。限定で販売します。まあ、MP11 っていうと、スタースクリームのリニューアルバージョンだね。まあ、マスターピース MP6 の、6かな。まあ、スカイワープ発売したけども、もうこんな、まあでもマスターピース MP11 のスタースクリームの、多分ディカラアイテムだな。うわぁ、すごいなこれ。こんな、飛行機状態でもこんな、風に なります。あと、メガトロンのガン状態。あ、そうだな。これがついてきたら、MP10 のコンボリニューアルバージョンにも持たせることができるな。ま、こんな感じで、で、皆さんに報告しました。そんじゃあ、7月11日に、の昼12時から、MP11 の11GSW マスターピーススカイワープを、チュンが、販売します。しかも数量限定で。そんじゃあ、次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。君は、なんて美しいんだ。え、私、俺は、君の美しさがあまりにも素敵だ。素敵なんだ。え、本当？私はそんなに美しくないけども。ああ、君となら、やられるぞ。ああ、付き合ってくれないか。え、私と、そんならば、私は、あなたと一生、お付き合いをします。ああ、それ、ああ、俺も、あなたを愛します。ああ、ほんと美しい女性だ。